その顔の美しさ、面白さを見ていく。最初のノミネートは尼子インター聖子。かわいいね。偽の通販番組で紹介する美顔器を試していると、そこから突然強風が出てきたり、スライム爆弾に見舞われ、女香港の顔はどのように変形するのか。女香港じゃない。まずは足のマッサージ機で、両手もマッサージ機へ。これで強風が来ても逃げられない。逃げれないよ。強風なしでもこのパンチ力。可愛いね。私の2階の方の今状況見てきますので、はい、ごゆっくりしたらってください。成功を一人にしたところで、早速強風を浴びせる。忠実にやってるね。はい、ちょっと口開けてください。飲み込んでる。え、やばくない？口開けてたら。ほんまや。なんかちゃんと見えてる。しゃべってるよね。強風に煽られ、女芸人として最高の表情。台無しだな。もともとからない。息できないです。さらに、すごいね、すごいね、固まってるね。うわ、怖え、これ。ほんまに怖かったです、これ。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。結婚できない女優たちが自宅を公開。鈴木奈々が夢のバストアップ。明石家さんまのコンプレックスタッフ。19日月曜夜7時。路線バスの旅スペシャル。女芸人強風&スライムバッグ。続いて牧野ステテコ。昨年末のザ・ W で準優勝した謎だらけの女芸人。なんかきめ細かい。なんか実は人生初のドッキリ。どんなリアクションを見せるのか注目。美顔器に顔を当てていると、やっぱ言うな。おお、いいね。あ、赤なってるな。怖い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 。何何何。なんで近づいてくんね。なんで近づいてくんの。これこれ綺麗になるの。あれまだ気づいてない。また始まったもんね。あ、また始まった。これなんか一回癒やすのかなみたいな。ちょっとこれマジでドッキリないから分かんない。そしてあ、テイトも初ドッキリで衝撃のデビュー。その姿はただの青を吹く妖怪。背が上がれ。これ何。ステテコさん、ドッキリって初めてですか。初めてっす。初めてっす。初めてドッキリ受けて。ギャフンっす。ギャフン。これギャフン。続いて巨大風船ドッキリ。これも怖いよ。打ち合わせで呼ばれた部屋に入るといきなりパイを発射。最悪なで、すぐさま巨大風船を投入。一体どうなる。ターゲットはまたも成功。いきなりおかわり。ぴったりやと思う。女子やからピンクだ。いつも白なんですよ。かわいいしてくれてる。疲れた。春らしい。かわいくなってる。そうですね。ピンクが。インスタ映えちゃう。当然外には出られない。ああ、なるほど。巨大風船投入。いやー、怖い。すげー大きくなるの嫌やな。
とここで風船を止める方法が一つだけあります。急に急にそう何これ。この中で一つだけ膨らみが止まるボタンがあります。正解は一つだけです。無理です。間違えとビリビリ電流が、その説明なかったやん。ねえ電流正解のボタンは一つ、急げ。めっちゃ痛かった。あ、なんか押してもいいけど、その分電流が、そうですね、間違えば電流が流れます。埋められるか。怖い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 、すげえ、もう割れるよ。あー怖い。それ終わった。破裂寸前。止めて止めて、ほら、もう全部落とせ、全部落とせ。あー割れた。もう訳わからない。役痛かったり怖かったり、もう全部痛いな。感情がいっぱい。何これってなるよね。全部。地味に嫌。それも痛いわ。何これ。そうなんです。同じ日にやられたんです、私。なるほど、はい、お風呂入ってるの、日本で1回目のドッキリの後に。続いて相方なぎさもノミネート。これは切れるんじゃない。ヤンキー上がりで怖いもの知らずなイメージだが、巨大風船投入。風船をガン見。どうする、どうするよ。超女の子。意外とビビリな面を見せる元ヤン。怖っ。この中で一つだけ膨らみが止まるボタンがあります。正解は一つだけです。受け答えは男らしいが、なかなか押そうとしない。法則があるのかって考えてるんです。ここで考えて早く早く。あー怖い。いやビリビリと風船のダブル地獄。パニックよ、もう。あー怖い。どっち。あー怖い。かわいい。このヤンキー実はヘタレ。誰でもなるわ。あー怖っ。こっちにはもうどうでもよかった。右だ。奥から爆発寸前。なんかボクシングしてる。ロンドンハーツです。よし。ああ、スイッチ入った。正解ボタン右下にあったんですよ。ああ、これだけ違う。押してみてください。タレントおるか。ドッキリかかってディレクターやってみた。ラストは阿佐ヶ谷姉妹をまとめて。大丈夫。失礼いたします。失礼します。2人なんですよ。やだ、みんなさん。
後ろのボタン見てください。後ろのボタン、あ、これボタン、はい、一つだけ風船の膨らみを止める正解のボタンがあります。あれ、お姉さん押してて、はい、面白い。おばあちゃんが倒れて痛い。何やってる、電気、電気。おばあちゃんのリアクションが痛い、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 膨らみ続ける巨大風船。言ってた割にはボタンガンガン押してたじゃないですか。もう止まってほしくて、痛いのよ、痛いけど頑張ってた、でも全部痛いの。